みなさん、お待たせしました。ケイチャンネル始まるよ。全員集合。みなさま、こんにちは。今日はお洋服を変えてみました。どうですか？服の感想もコメント欄に書いてくださいね。さてさて、今日はこうさんリクエスト、動物を作ります。何が出るかな、何が出るかな。あれ、ちょっと古いですか？それはともかく、ちょっと作りながらで申し訳ないのですが、お話しさせてください。最近私のチャンネルも盛り上がってまいりました。でも最近思うんです。せっかく皆さんと触れ合える場所なのに、韓国や中国の暗いお話ばっかり。コメント欄で皆さんとちょっとずつ折り紙のお話や納豆のお話をするようになって、それがとっても楽しくて、毎日どんなコメントをしてくれるだろうってワクワクしてます。でも喧嘩のお話をすると、怒りの感情が湧いてきたり、悲しくなったり。楽しいのに楽しくない、そんな気持ちです。私はもっと皆さんと楽しいお話がしたい。ということで、今日は韓国からちょっと離れて、日本のこんなニュースをお届けします。題して、日本人大好きね、思わずほっこりする外国人の日本エピソード。ある日本人女性がこんな外国人のほっこりエピソードを教えてくれました。駅の待合室で座っている外国人のお兄さん、大きなリュックを抱えていて、多分旅行に来ている人なのでしょうが、少し様子がおかしいです。見ると手にはセブンイレブンのおにぎり、かっこ鮭。そのおにぎりをくるくると回して、いろいろな方向から見たり、ラベルにじーっと顔を近づけて懸命に注意書きを読もうとしている外国人。どうやら開け方がわからないみたいです。私が開け方を教えようかなと迷っていたら、突然ん?と小さな声が聞こえました。声の主は外国人の隣に座っていた日本人の小さなおじいちゃんでした。おじいちゃんは自分を指さし、おにぎりを指さし、外国人の目をじーっと見て、ん?ともう一度言いました。見ていると、どうも俺が開け方を教えてやるというジェスチャーらしい。外国人はおじいちゃんを見て、おにぎりを見て、少し迷ってからおにぎりをおじいちゃんに渡しました。おじいちゃんはそれをまた、ん?とつぶやいて受け取りました。おじいちゃんはまずおにぎりの真ん中のビニールを縦に途中まで裂き、
ん？と外国人に確認しました。コクコクとうなずく外国人。次におじいちゃんはおにぎりの両端を持って横にクイックイッと引っ張るジェスチャーをして、またん？と確認。コク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 とさらにうなずく外国人。真剣な顔がとってもかわいい。おじいちゃんは外国人がうなずくのを確認すると、そこからはちょっともったいぶってずずとゆっくりビニールをずらしていきます。おうおうおう。ビニールの動くのに合わせて小さく歓声を上げる外国人。そんな外国人のリアクションが嬉しくて、自然と笑みのこぼれるおじいちゃん、とっても素敵。そして固唾を飲んで見守る私。するとついにバリリ、おお！真っ二つに裂けるおにぎりのビニール、ひときわ大きな歓声を上げる外国人。おじいちゃん、そんな外国人に満面の笑顔、ニコー。あーはは、ヒュー。おにぎりが裂けたのが嬉しくて仕方ない外国人。なぜかおじいちゃんの肩や腕をベタ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 と触りまくり、はぁはぁはぁ、ゆーいーとかなり盛り上がっています。うんうんうんくしゃくしゃの笑顔で触ってくる外国人を膝でツンツンつっつき返すおじいちゃん、本当に幸せそう。そんな二人を見て、私も一日ずっと笑顔でした。外国人とおじいちゃんのお話、とっても微笑ましいですね。なんだかこっちまで嬉しくなります。さてさて、そんな話をしていたら、動物が出来上がりました。はい。そうです。ペンギンです。外国人のほっこりエピソード、いかがでしたか？気に入っていただけたでしょうか？気に入っていただけた方は、動画にグッド評価を。気に入らないぞ、韓国の話をせい！って方は、動画にバッド評価を押して、私に教えていただけますか？それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。共感していただけたらチャンネル登録をお願いします。画面右下にある小さな登録ボタンを押してください。スマホの方は動画説明欄の URL をクリックしてください。それでは次の動画で
またお会いしましょうね。